ヨーマイルデルタということで、今回なんですけども、今回ですね、エンジニア強人部屋で遊んでいこうと思います。でね、ちょっと録画回ってなくて、急遽、焦ってボタン押したんだけど、今1回目の会議が始まって、誰もキルされてなくて、タスクが1個終わってる状態で、黄緑が狂うかなっていうお話になった。今回の部屋のルールはね、こんな感じになっています。一時停止して、見てほしい。さあ、デルさん、クルーだったからね。まあ、とりあえず、タスクやろうか。今日、デルさん、おしゃれしてきたの、見て可愛くないほら。なんか、炭鉱家みたいな、感じのね、ちょっとファッションで来た。なんか、この、どんどこどんのファッション、すごくない？なんか、オレンジの。やばい、ちょっと、個性でファッション負けてる気がしてきた。勝ちたい。これ、ボタン押し行こうか。よいしょ。はい、ポチと。どうでしょう。はい、神。いいね。アリー。今回みんなファッションがちょっと独特だね。おしゃれだね、みんな。赤が手で直したのか。なんか今のところ赤黄緑はなさそうっていう、あれが思っちゃうな。で、狂人は、緊急サボタージュ。リアクターは直せるんだけど、それ以外は直せないんだよ。だから、今回停電直した赤は少なくとも狂人ではないはず。停電中って人がいる。お前が電気落としたんか？タウン、お前がインポスターなんか？慎重に行きたいね、こっから。さらに、さあ、宿舎前で湧いて、タスク固めちゃおっか。今、右側にめっちゃタスクあるから、上から攻めていこう。95603と。なんかね、前回の動画はタスク勝ちしたんだよね、テルトさん。で、タスク勝ちって最近なかなかなくて、タスク終わっちゃう前にどっちかが勝つっていう印象だから、ちょっとタスク勝ちをね、積極的に狙っていきたい。よーし。赤がいたね。バナナがいた。手で直し行こうか、これ。おっと？ダブルキル？どこ？黒経路っつってる。期待位置はまだ教えない感じか。タンは割と直近でシャワーにいた。あー、バナナすれ違ったけど、僕疑われちゃいそうだな。バナナとシャワーですれ違って、トイレ最終っつとこ。さっき、タンと赤一緒にいたよね。メインからエンジンに向かってるタンと赤を見た。さっき赤はメインですれ違ったんだけど、テレさんが弁当掃除してる時に、タンがね、赤の先頭走ってたんだよ。多分ね、リプレイシーン見てもらうとわかるんだけど、黒い帽子が映ってたはず。弁当掃除してた時に、タンが赤の前走ってて、それを赤が追ってたよ。メインで。じゃあタンはコックピットの方に行ったのかなっつってる。ローズの死人が合ってるなら赤がかなり怪しい。今回バナナのキルは無理だと思う。赤視点ではタン見えてない。ほんとか？赤が弁当見られてタン切ったのは普通にありえそう。赤とタンが走ってたのは停電前。うん。ただ、視界的には赤からタンは見えないのもあり得るから赤とは言い切れない。タンが通ってその後に赤が通ったってイメージ。そうなんだよな。だから確定ではないんだよな。15秒くらい前の出来事。しかもなんか、インポスターの視界だったらタンは見えてるはずだから、なんか赤でもない気がするけど、一応容疑者位置だから怪しいかなって印象だな、テルトさん的には。別の誰かがやってそうではある、ぶっちゃけ。さあ、テルさん、本しまいますよ。ほい。この本のタスク超めんどくさいよね。よーし。さあ、オレンジがボタン押してく。ナイス。タンの推定した位置って左ですか？タンは絶対左だと思う。僕が見たのが、シェイプじゃない限り。最終テレさん通れたもんな。オレンジって左側だよね。最終。どうだろう。黒がオレンジ視点自分弾けないですかつってる。黒は弾けないか。黄緑の死体どこだったんだっけ？白、停電前に茶がエンジン左に行くのを見て、白が見てて、少なくとも停電前はエンジンに来てないっつってんのか。黄緑がエレキか、したい。なるほど。オレンジは石から、エレキだよね。ってことは、オレンジより、左側にいる人が、コック、ピット、とかでターンを倒してそう。最終的に黒グレーが怪しみか。停電前にタンがエンジン側に来たってのがそもそも白視点では変。
エンジンのどこにいたの？白は。配線から宿舎。なるほど。なんか白がごまかしてるような気がするな。なんかね、白が結構つじつま合わないこと言ってるから、テレさん白強人なのかなってちょっと思っちゃった。タスク結構右に偏ってるから、とりあえずタスク優先してみるか。テルトさんなんか白強人だと思うけどな、これ。なんかね、話合わないんだよな。うわ、この金庫タスクやりたくないな、ちょっと。ほい。おっと、これ黒じゃね？黒がトイレから出てきて、ラウンジにしたい。自分視点黒。ラウンジはそう。ラウンジってか、ビリヤードのとこ。え、待ってこれもう終わり？え？スキップします。え、黄色強人だったのこれ。で、インポスター二人残ってて。あ、待ってこれもう終わり？へへ。うわぁ、やっぱ黒だったのかー。マジかー。黄色と繋がれたのが強すぎた。え、もう繋がってたのかー。黒赤黄色？あらまあ。黄色が弁当入るのは見えてたシャワーで。あ、そっか、インポスターのが視界が広いから、あえて強人が弁当見せるっていうことができるってことか。こんなの、認めないぞー。くそー。タスク3つくらいだけど、ゲージ的に無理だね。もうこれは、ダメですな。いやー、そっか、6人になる前に釣らないといけなかったのか、これ。いや、12人でも少ないな、ちょっと。あー、やだよ、やだよ。助けて！隠れます、テルトさん！こっちに来ないでください！やだやだやだ。死にたくない。やだよ。黒と赤だもんな。やだ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 。ほいーぬーん。逃げるぞ、テルトさんは！やめろ！こっちに来んじゃねえ！ははははローズに入れましょう。ほーい。やめてくれよいや、マジかよ。え、上手すぎない今回のインポスター。なんか、赤が怪しくて、最後黒って分かったけど、二人当ててた時にはもう遅かったっていうね。分かった時には、もう遅い感じ。負けたけど、楽しかった。はい、ということでね、今回の試合いかがだったでしょうか。いやーちょっとね、悔しかったね、正直。なんか、強人いるとさ、実質インポスター二人じゃなくて、三人ぐらいの気持ちで行かないといけないから、なんかエンジニア強人部屋は、タスクを優先じゃなくて、いかに、インポスターを早く見つけて、一人まず釣るっていうのが大事か分かったわ。いやね、黒がね、ここから出てきて、ここに死体があったからね、黒って分かったし、さっきね、タンと赤が一緒にメインからエンジン行った時にも、赤が怪しい。で、この二人結構絞れてたよ、テレさんの中で。そう。まあけどね、もう分かった時にはもう残り6人でね、強人一人、インポスター二人で3票確定で入るから、負けてしまったという試合でした。いやー、悔しい。けど、今度は勝つぞ。うん。任せて。ということでね、今回の動画が面白いなと思った人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。